飼い主さんはワンちゃんから目を離さないようお願いいたします。ワンちゃん同士のトラブルなどは飼い主さんたちの責任でお願いいたします。またワンちゃんのうんちやおしっこは責任を持って処理をお願いいたします。ゴミなどは各地でお持ち帰りいただくよう会場内きれいに使っていただき、おはようございます。赤毛のワンワン運動会第13回、これから始めたいと思います。平成11年にお店をオープンして20年、最初の7年間はコーヒーのみの運動会、その後18年から13回の赤毛のワンワン運動会開催してまいりましたが、諸事情により今年で最後となります。今年は最多で今のところ170頭を超えています。本当にありがたいことです。皆さんお怪我のないようにワンちゃんと楽しい一日を過ごしてください。ありがとうございます。ありがとうございました。主催者を代表してのご挨拶でございました。記念写真撮影の参加まだ間に合いますよ。どうぞコースの中央にお集まりくださいませ。ちひろのとこ行っといて。ちひろのところ。お名前をご紹介させていただきました。もう一度2組目、3組目をお名前ご紹介します。小針ミルクちゃん、小倉ももかちゃん、近藤プリンちゃん、福岡小春ちゃん、角田シェリちゃん、阿波野ライトちゃん、紺野マックちゃん、小原ルチルちゃん、梅田イルちゃん、3組目は羽田ジョンちゃん、木村クロエちゃん、ゴリアサムちゃん、川村慎之介ちゃん、大山アーサーちゃん、岡崎あんこちゃん、栗林くーちゃん、お願いします。千葉エラちゃん、千葉エラちゃん、3組目キリンのコースでスタートとなります。さあ、赤毛のワンワン運動会第一種目、ちょっと配色、まもなく一組目スタートいたします。どうぞ皆さんレースにご注目ください。さあ、ただいまスタートコースには3組目まで出場する選手と飼い主のワンちゃんと飼い主さんにスタンバイをしていただいております。さあ、スタートしました。小型犬の第1組目、さあカードを拾って何がされたんでしょうか。さあ、今コンボ回ってすごいですね。ダッシュダントツ1位。
と一緒に借り物競争を楽しんでもらっています。2組目がスタートいたしました。さあ4組目まで選手をご紹介させていただきました。続いて5組目、テラスちゃんスタンバイお願いいたします。さあ3組目は大型犬です。大型犬です。さあフェンスの周りにはお仲間でしょうかね、いろんなものを持って応援に駆けつけていただいています。さあ今手を挙げてゴール、皆さんなかなかいい勝負でした。さあ4組目がスタートしました。中型犬のコースです。三上スルメちゃん、シェリちゃん、ケイトちゃん、ソルトちゃん、プチタくん、プッチャちゃん、太郎ちゃん、小次郎ちゃん、ナナちゃん、さくらちゃん、リュウちゃんがチャレンジしています。さあ誰が1位になるのか、いい勝負です。さあ1位の方には商品プレゼント景品がありますのでね、お受け取りください。さあそれでは7組、準備お願いいたします。
パクチー。
それでは18組目の皆さん、スタンバイお願いします。村上トラちゃん、片岡小太郎ちゃん、村岡奈々ちゃん、森田バイムちゃん、斉藤くーちゃん、長井小勝ちゃん、中野19組、最終組の皆さん、スタンバイをお願いします。田中あんこちゃん、久井元気ちゃん、中谷もこちゃん、石井あずきちゃん、島勝大地ちゃん、八谷しゃしゃちゃん、終了となります。午前の部は4種目チャレンジしてもらいます。最後の恒例の丸バツクイズは、ワンちゃんと一緒であればエントリーしていない方でもどなたでも参加できます。たくさんのご参加お待ちしています。お店ともなくなりしない終了となりますので、お目当てのものはどうぞ皆さんお早めにお買い求めくださいませ。ワンちゃん用のペットボトルです。赤い蓋がついています。お心当たりの方は放送席までお越しください。さあ今最終組がスタートいたしました。1位になるのは誰だろう。おめでとうございます。さあご家庭の愛犬ワンちゃんと一緒に今日は思いっきり体を動かして遊んでいただきましょう。さあ今日の空の主役は青空と太陽、まさしく運動会日和です。で今日は一日赤毛のワンワン運動会で楽しいひとときお過ごしください。メンバーでの皆さんお揃いになっておりますか。パンフレットをご覧になって、出走の確認も。さあ2種目目食いしん坊ワンタイ1組目がスタートしました。おやつのコーナーは必ず飼い主さんは手を使ってはいけませんよ。ワンちゃんが食べます。そして飼い主さんはパン食い競争チャレンジしてもらいましょう。今ぶっちぎりで1位ですね。おめでとうございます。大人の方はね、なんか童心に帰るのではないでしょうか。さあワンちゃんと一緒に
楽しんでください。食べないの？食べないよ。それでは4組目の皆さん、スタンバイお願いします。三上、スルメちゃん、木村、シーリちゃん、前川、エイトちゃん、笹岡、ソルトちゃん、内田、プチタちゃん、三浦、すごいね、すごいね、集中したら焼き肉やれる。モネちゃん、争い事嫌いだから。おばあちゃんに預けてたの？あ、モナ？しかもね、モナちゃん出ると思わないし。さあ、2組目がスタートいたしました。ご注目いただきましょう。6組目の皆さん、スタンバイをお願いします。大崎レオちゃん、竹之内琴ちゃん、福岡ブレイクちゃん、土屋パットちゃん、後藤パールちゃん、伊藤レバちゃん、時田レンちゃん、村上ライトちゃん、キズテラスちゃん、準備お願いします。気合みなぎってほらパンパンですか？レーズンパンっぽいよ。それでは6組目の皆さん、準備お願いします。福岡リフちゃん、天野テルちゃん、久井ティアラちゃん、佐藤ちくわちゃん、天野アロマちゃん、清水ノンノちゃん、塚田あずきちゃん、小原ラピスちゃん、笠原ラテちゃん、阿部サラちゃん、準備お願いします。ティアラちゃん、佐藤ちくわちゃん、天野アロマちゃん、清水ののんちゃん、塚田あずきちゃん、小原ラブスちゃん、笠原ラテちゃん、阿部サラちゃん、7組目の皆さんも準備をお願いいたしましょう。本田シャナちゃん、工藤ひなちゃん、清水レオンちゃん、三原あんずちゃん、石本源内ちゃん、紺野ポテトちゃん、松井はもこべんちゃん、内峰いちごちゃん、真田ラッキーちゃん、準備お願いします。No.
ちゃん準備をお願いします。中川マリオちゃん、日陰タラちゃん、佐藤レンちゃん、小針プースケちゃん、塩谷小麦ちゃん、伊藤大輝ちゃん、小賀橋ラナちゃん、西島アンズちゃん、千葉カノンちゃん、平田シェリちゃん準備をお願いします。
松井は文次郎ちゃん、早坂ルナちゃん、小池獅子丸ちゃん、福岡モナちゃん、林一郎ちゃん、阿部ひなちゃん、準備お願いします。Thank you.
さあ今9組目がスタートいたしました。皆様それぞれ準備をお願いいたします。長谷川もかちゃん、伊藤ももちゃん、斉藤ティアラちゃん、千葉ブブリアントちゃん、高桑美奈ちゃん。
最終組が間もなくスタートいたします。午前中は吉になった皆さんおめでとうございます。そして続いての競技もありますからね、また一目指して皆さんに頑張ってもらいましょう。さあそれでは続いて3種目目はミニアジリティです。ばっちゃんがハードルを越えて、続いて飼い主さんが輪をくぐります。最後はコーンをジグザグに、ほぼ、スラロームをしてゴールをしてもらいます。さあそれでは1組目から3組目の皆さん準備をお願いします。今さあミニアジリティスタートしました。まずはワンちゃんたちがハードルを越えて、続いて飼い主さんはくぐってくださいね。さあそしてスラロームです。ジグザグ歩行、ジグザグ歩行でゴールまで駆け抜けてください。さあ今息ぴったり合って二人三脚、高校生の男の子でしょうかね、1位になりましたよ、おめでとうございます。さあ飼い主さんたちもなんか楽しそうですよね。ワンちゃんと気持ちを一つにして合わせて楽しむ競技ミニアジリティ。皆さんはさくらちゃん、石川優ちゃん、準備お願いします。さあ5組目の皆さんも準備お願いしますね。大崎レオちゃん、竹野内ココちゃん、福岡ブレイクちゃん、土屋ファットちゃん、後藤パールちゃん、伊藤レラちゃん、時田レンちゃん、村上ナイトちゃん、キズテラスちゃん、そして三上ラブちゃん、準備お願いします。さあ6組目の皆さんも準備をお願いしましょう。福岡リズちゃん、天野テルちゃん、久江ティアラちゃん、佐藤ちくわちゃん、天野アロマちゃん、清水ののんちゃん、塚田あずきちゃん、小原ラピスちゃん、笠原ラテちゃん、阿部レオンちゃん、三原あんずちゃん、石本源内ちゃん、紺野ポテトちゃん、松岩ボコベちゃん、内峰ちゃん。西島あんずちゃん、千葉かのんちゃん、平田シェイちゃん、準備お願いします。9組目の皆さんも準備をお願いします。林まめちゃん、古川レインズちゃん、ゴライリチちゃん、すごい人だ、何度
願いします。小原メルシーちゃん、石田ペコちゃん、斉藤ムックちゃん、石峰ひな子ちゃん、久江ぼかちゃん、三田夏ちゃん、篠田ピアモちゃん、長谷川小麦ちゃん、村上パールちゃん、古川あんこちゃん、準備お願いします。おはようございます。12組の皆さん、準備をお願いします。林もかちゃん、伊藤真帆ちゃん、斉藤ティアラちゃん、千葉準備をお願いします。13組目の皆さん、準備をお願いします。高橋天ちゃん、水野春ちゃん、横山うらちゃん、松岩もんじろうちゃん、早坂るなちゃん、小池ししま、違う違う、セラーやっぱり違うね、反応が、反応が違う、うん、プリプリプリすごいぞ、こんにちは。こんにちは。取られてる。もうね、ビビってやれたもんね。ビビ。おお、すごい。おお、すごいですね。見応えのあるレースでした。ほぼ同時1位という感じでしょうか。さあ、14組目の皆さん、準備お願いしますね。丸銭シエルちゃん、古谷ルカちゃん、栗林モナちゃん、高田ラミちゃん、オチトキちゃん、佐藤ブルカちゃん、大山ディーナちゃん、準備お願いします。15組目の皆さんも準備をお願いします。牛畑あずきちゃん、尾崎みーのちゃん、ちびとちゃん、新井ももちゃん、内峰でんちゃん、きずもこちゃん、石本しぼんちゃん、福岡アデルちゃん、佐藤もーちゃん、準備お願いします。それでは、それでは、そうですね、雨が降りそうですので、この午前の部はミニアジリティが最終種目となります。皆様ご了承ください。皆さんの安全性を考えまして、丸×クイズは中止をさせていただきます。ミニアジリティ終了後、お昼休み、休憩を1時間取りたいと思います。それでは17組目の皆さん、準備お願いします。平沢エリスちゃん、村尾マロ、マロちゃん、笠井ポコちゃん、沢田ミリアちゃん、ああなるんだ、さっきの白いのね、
18組の皆さん準備お願いしますね。村上虎ちゃん、片山虎太郎ちゃん、村岡奈々ちゃん、森田ライムちゃん、斉藤くーちゃん。それでは最終組の皆さん準備をお願いします。田中あんこちゃん、久井元気ちゃん、中谷もこちゃん、石井あずきちゃん、島香さん、かわいらしい白くてワンちゃんのシールが貼っている、カバーつけられております。お心当たりの方、スマホ落とした方いませんか？確認をお願いいたします。いただきます。さあ、そして今今日は飼い主さんとワンちゃんたちが本当にね、楽しそうに競技に参加していただいています。風も強くなってまいりましたし、ちょっと空の雲行きもかなり怪しくなってまいりました。皆様、さあ赤毛のワンワン運動会、皆様に気軽に一緒にワンちゃんと一緒に楽しめる競技で、ね、楽しいひととき過ごしていただいております。この後のプログラムですが、健康のことを考えまして若干変更させていただきました。ご了承ください。丸バツクイズは中止をいたします。の方にネームプレートを見せてください。番号がありましたら商品をお渡しいたします。173番。おめでとうございます。早いね。早々に当たってしまいましたよ。そしてカバさんチームです。原ミルクちゃん、アバのライトちゃん、岡崎あんこちゃん、三浦太郎ちゃん、伊藤玲奈ちゃん、清水のまんちゃん、今野ポテトちゃん、伊藤大輝ちゃん、遠藤さくらちゃん、三田夏ちゃん、天野小春ちゃん、小池しのだてぃちゃん、篠田きよまちゃん、三浦文太ちゃん、福岡まなちゃん、佐藤るーかちゃん、うるかちゃん、石本しもんちゃん、篠宮そらちゃん、西島みかんちゃん、中野ブルーちゃん、八谷ソソちゃん、さあ、キリンさん、さあ、スタートしました。最後に収録水汲みワンワンリレーがスタートしましたよ。こちらはチーム戦です。皆さんにペットボトルに水を注いでいただきます。このチームが優勝をするか、ですのでね、優勝したチーム全員にプレゼントをご用意しています。優勝目指す皆さん頑張ってください。ゆっくりでいいですよ、ゆっくりでいいですよ、ゆっくりでーす、ゆっくりでーす。あー、上手だ。ミルクちゃん、お父さん上手だぞ。夜食です。優勝チームはもちろんなんですが、ラッキー賞という特別な賞があるんですよ。優勝できなくても皆さんがっかりしないでください。運のあるチームは一体どこなのか、そしてスピーディーに見事万端にできるのはどのチームなのか、こうご期待です。最後まで諦めないで頑張ってくださいね。あ、行き過ぎ、行き過ぎ、戻って、戻って、もうまた戻るよ。頑張れ、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 
します。時間こぼしても結構です。この競技が地味なの何でもないから知ってる。わあ来た。お願いします。どんどん頑張れ。おばちゃん、おばちゃん、お母さん向こうか。なんかごめんごめん。ママ向こう。ママとか行こう。おばちゃん向いちゃったぞ。すごい耳だよ。声出していこう。さすがお父さん、ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、黄色ビリだ。まだまだ。マイクで喋らないと。ただただ地味なの。はい、お願いします。さあ皆さん、順調ですか？最終リレーですからね、チームの命運をかけて頑張ってください。試食の中に水、バンバンなみなみですよね。さあ、こぼさないで、うまくペットボトルの中に注いでくださいね。今のところですね、まだ半分いってないようです。3分の1ぐらい、今のところどのチームが勝つか全く分かりません。いや、頑張ってね。また来てくれた。頑張ってまいりましょう。さあ、中央区のいいチームは声を出し合ってやっているようですよ。さあ皆さん、運動会ですからね、声を出し合って盛り上げて頑張ってまいりましょう。優勝したチームには全員に全員、そしてラッキー賞もあります。ラッキー賞抽選で他の2以降のチームの皆さん、皆さんの全員に賞をもらえる権利があるんです。抽選でもう一チームにラッキー賞プレゼントできますからね。それではお楽しみになさっていてください。はい、ありがとうございます。あれなんですか、セルティーだ。はい、ありがとうございます。さあ、走る気満々のワンちゃんたちも多いので、飼い主さん、取られてる飼い主さんもいらっしゃいますね。ちょっと距離が短いんですよね。もっとね、長く走れるとワンちゃんたちも嬉しいんでしょうが、ちょっとこの半端な短い距離、ワンちゃんには我慢していただきましょう。さあ、水姫ワンワンリレー、ちょうど半分ぐらいでしょうかね。今のところまだどのチームが優勝するのかさっぱりわかりません。まずは早く、そしてこぼさないようにペットバトルに注ぐのが優勝への秘訣なのではないでしょうか。さあ皆さん、頑張ってください。プロ。さあ、こちらのワンワンリレー終わった後は再び抽選会を行ってまいりますからね。まだお手元に景品受け取ってないという方、お楽しみになさっていてください。そして最終種目、このワンワンリレー、もう今日はですね、あいにく雨が降ったり止んだりでプログラムが変更してまいりましたが、ある意味忘れることのできない運動会になったのではないでしょうか。今日ご家庭のワンちゃんたちと一緒に体を動かして楽しい一日を過ごしてください。もうちょっと、もうちょっと、一緒に遊びたい。青早いんだよ。もう一瞬だ。さあ、本日のこの様子ですが、ワンハートの取材が
今日はありまして月刊誌の在海札幌10月頃発売となりますので、こちらもねぜひ楽しみにしていただきましょう。さあ最終競技ワンワンリレーで今皆様にお楽しみいただいております。だいぶもうお水注がれてきていますかね。この辺で優勝争いになってきているのではないでしょうか。各チームとも互角です。ここ頑張りどころですよね。皆さん集中して優勝目指して頑張ってください。さあ一体どこのチームが優勝するのか。ほぼ互角です。ここからの選手参加者の皆さん、あ、今旗が上がりました。真ん中のチーム何チームでしょうか。パンダ組かな。パンダさんチーム。さあキリンが上がりました。パンダキリンの順で上がっていますよ。さあ1位になれなくても皆さんご安心ください。これから抽選を行ってラッキー賞を決めます。これも団体チーム全員がプレゼントもらえますから諦めないでくださいね。さあ1、2と今決まりました。次に旗を上がるのは、あ、全員上がりました。全員上がった。あ、まだ一番右端のうさぎさんチームかな。うさぎさんチームがまだ上がってないようです。ほぼ同時、1、2、3、4位からはもうほとんどほぼ同時でしたよね。さあそれでは優勝は、さあ優勝はパンダさんチームですね。そうですね。それではパンダさんチーム優勝です。おめでとうございます。周りの皆さん拍手。さあそして先ほどご案内いたしました、ここからは抽選でラッキー賞を決めたいと思いますよ。はい、それでは今抽選します。ラッキー賞に選ばれたのは、ワニさんチームです。ワニさん、そこだ。ワニさん、なかった。ごめんなさい、これは詐欺でした。失礼いたしました。来たわ。さあラッキーな方、うさぎさんチームです。やったー。さあバイバイ。はい、それではこれより商品もらってください。全て商品をもらってください。全ての商品で終了でございます。ということで先生、この中でお参加の皆さん、お付き合いいただきましてありがとうございます。これより続き抽選会を行ってまいります。あれ渡してあげた方がいいんじゃない。228番、228番、215番、215番、235番、235番、321番、321番、305番、305番、225番、225番、203番。